さあ皆さんこんにちは、ダイタロでーす。前回ね、このピーカスをやっつけたとこからでーす。あれ?なんでここにいんの?え、ここは?ここは我々のルートクラフト。これより君たちをエルドラド本部へ移送する。あ、待って、未来連れて行かれんの?エルドラド?マジかよ。え?第10章、決戦、ラグナロク。これが時空最強イレブンだ。え、これ最終章もしかして。ラスト?いないれ5-2だ、5はね、全12章あったんで、ね、今作も12章あるかなと思ったんですけど、これで終わりかな?わかんねえ。まあ、続けていけばわかるでしょう。ここがエルドラド?うん、奴らの本拠地。でも、時空最強イレブンが揃っちゃうってことだよね、多分。この章で。おーおー、私のティームキャラバン!ある?あ、よかった、あった。奴らが移送したのか?どういうつもりだ?ん?出た。ねえ、ピーカスのレイ。ついてこい。ねえ、罠じゃないのかな。でも逃げられる状況じゃないみたいだ。行こう。シャネ行くしかねえか。はい。ということで、レイドクについて行こう。です。よっ。待たせるな、早く行け。うるせえ。おめえらが勝手に連れてきたんだろうが。さあ、今、レベルってどんなもんだっけ ?43、チームレベル39。全クリーレベル、まあ、45ぐらいだと仮定すると、まだあるかもって感じだけどね。こっちだ。ナイス。なや?すげえいい建物ですね、ここ。未来の建物。こんにちは、受付。ここはエルドラド本部です。デッドスペース多くない?なんでこの一直線で作ったの?この建物。はい。ワープ装置あるポケモンだ!すごい!なんでここボロボロなの?あ、そうか、あれ、セカンドステージチルドレンに襲われたんだっけ?どうしてこんなボロボロなんだ?どうやらただことじゃないみたいのだ。この先はブリーフィングルームだ。で、君たちはそこへ行く必要がある。オッケー。こっちだ。ピーカスさん、バイバイ。さて、ブリーフィングルームへ行こう。で、こっち何も行けないの?行けないか。うっす。ここの先だ、行くがいい。え、ここで、いた、偉い人。こんにちは、偉い人。よっす。返せ、遠藤監督。やあ、ライモンの諸君。お前は東堂。東堂?エルドラドの議長で、最終決定権を持った支配者。つまり、エルドラドの親玉だ。マジ、いっちゃ偉い人じゃん。俺たちをこんなとこ連れてきてどうする気だ。どうもせんよ。話し合うためだ。話し合うことなんかない。サッカー返してもらうぞ。そのことだが、すでにサッカーの歴史は戻しておいた。え?なんだって?サッカーにまつわるすべてのインタラプトは修正は無効化した。サッカー禁止令も解除されてる。なんだよ、あっけねえな、最後。どういうことだ?何を企んでいる?ほんとね?ねえ、君たちはこれまで敵だったが、これからは我々に力を貸してもらう。は?つまり我々、エルドラドと共に、セカンドステージシルドレンと戦ってほしい。え?ねえ、俺たちがエルドラドに力を手を貸すと思ってか?貸すさ。え?なんで?彼らの手の中に、エンドを守るのクロノストーンがある。持ってったやっぱあいつらなのよね。セカンドステージ。なんだって?エンド監督が、彼らと戦わねば、あれは戻ってこない。遠藤守を救うためには、彼らを倒さねばならん。だからといって、お前たちのような悪と共に戦うことのできない。ねえ。そうだ。お前たちと手を組まなくても、遠藤監督は取り返してみせる。猿が持ってんだよね、多分。なんか交渉したら聞いてくれない?ダメかな?なぜ我々を悪だと言い切れる?何?我々がサッカーを消した理由を知ってるかね?サッカーを消すことで、サッカーから生まれた存在であるセカンドステージシルデンを消そうとしてるんだろ?その通りだ。それはすなわち、世界を救うためだった。セカンドステージシルデンってそんなやべえやつなの?猿とか。セカンドステージシルデンが作った組織、フェーダは世界を脅かす存在となった。彼らは恐るべき頭脳と身体能力を持ち、中には超能力といえる力を操る者すらいる。やべえじゃん。バケモンやん。彼らは結束し世界に反乱を起こした。
次々に都市の重要拠点が我が物としていき、戦争を起こせるほどの軍事兵器も操るようになった。マジか。テロリストやん、完全。彼らの持つ特殊能力はとんでもとてつもないものだ。具体的な自己防衛能力は極めて高く、彼らの体には機関銃でも通用しない。待って、銃撃っても効かへんの？カンカンカンって弾くのかな？さらに、ねえ、テレパシーや念動力などの超能力という言葉で想像される力は当然のように備わってる。マジで投資もできんの？ずるい。ねえ、遺伝子が進化して生まれた恐るべきし、ねえ、子供たち。そんな奴らと戦ってんのか？このまま放っておけば、世界は彼らに支配される。いや、彼らに人類は滅ぼされてしまう。やばいじゃん。だからこそ我々は決断した。その遺伝子を生む要因となったサッカーを消して、セカンドステージチルドレンが生まれるタイムルートを消去すること、それしか手がないと判断した。だがお前たちは強くなった。ねえ、私たちの想像以上に。そこで我々はプランを変えた。ああね。だから、ねえ、奴らを生み出したのはお前たちサッカー少年自ら奴らを止めてもらう。いや、勝てるの？超能力使うんやろ、相手。ねえ、毒を持って毒を制すといったとこか。いや、毒呼ばわりされる覚えないんだよ。しかし、敵はエルドラドのチームでも歯が立たない相手。そんな奴らが相手とは難儀なことぜよ。でもまあ、時空最強イレブンがあったら勝てんじゃねえの？お前たちと我々が手を組めば可能性ある。待って、11人目ってレイかな？やだな。ね、やだな。お前たちと手を組むことなどできない。お前たちと手を組んだところで強くなれるはずが。あるの？いや、そうとも限らん。え？ねえ。今の我々とエルドラドのチームはほぼ互角。手を組むのは特撮と言いなくもない。何より我々の目的はサッカーを守ること。サッカーの歴史を生み出した少年たちが世界を破壊したのではサッカーを守ったことにならないのではないか。なあ、セカンドステージ少年はサッカーの歴史が生み出すもの。どうしようか。天馬の子孫だよね、多分。あの猿ってやつ顔一緒やし。天馬、お前結婚すんな。なあ、サッカーのせいで未来に悪いことが起きないようにするべき。天馬、シド先輩、俺はサッカー守りたい。サッカーが人間にとって邪魔なものになるなんて許せない。わかった、天馬。よし、決まりだ。では、彼らについて知ってる情報を説明してもらおう。誰？あ、ゴーエンジー！なんでいるの？木戸監督。いやいや、おかしいでしょ、いるの。ねえ、協力するのはいいけどさ。話しかけてみてはどうだ。いやいや、おかしいでしょ、ゴーエンジさん。ゴーエンジ。ゴーエンジ。キノーさん、ゴーエンジさん、どうしてここに？彼ら二人は私が呼んだ。セカンドステージチルドレンとの最終戦争、ラグナロクに勝つために。監督やってくれんのかな、やっぱ。ラグナロク？では話すとしよう、今、この時代で起こっていること。銃持ってんだ、こいつら。やば。奴らは一年前、突然、エルドラドに宣戦布告してきた。彼らの持つ特別な力で襲ってきた。あれ？彼らは警察の部隊のところが兵器を跳ねのけ、我々の施設を破壊を繰り返し。マジテロリストじゃん。ねえ、兵器を跳ねのける。子供にそんなことができるのか？彼らは普通の子供たちではない。SSC 遺伝子を持った。何？スーパーサッカーかな、これ。スーパーサッカー遺伝子を持った彼らは、いわゆる超能力という呼べる力を一通り持っている。さらに、彼らの中にある力、破壊のオーラを特殊なアンプルに込めて発射することができる。何やそれ。それより、軍の戦術兵器に匹敵する威力を持っている。はぁ、オーラを射出する。現にそれで我々の施設が多く破壊された。つまり、奴らは子供の皮をかぶった恐怖の軍隊だ。怖え。じゃあ、なぜそんなことを。彼らの目的は何だ？ Go and G。髪を下ろしてもかっこいいですね。彼らは世界を支配しようとしてる。自分たちの世界を作るため。ねえ、自分たちの存在を恐れて受け入れず、認めなかった大人たち、そんな者たちへの復讐だよ。そして数日前、彼らは我々にある提案をしてきた。何？猿たちか、これ。何言ったんだろう。ラグナロク。彼らが提案してきたサッカーによる試合だ。彼らはエルドラドと世界、エルドラの世界、
意思決定機関としての実権をかけて戦えと要求してきた。奴らはサッカーの試合を戦争に見立ててる。だからこれが最後の試合ってこと？サッカーで戦争って。世界意思決定機関の実権奪われたらどうなる？世界は支配される。なんでそれかけて戦うんだよ。え？つまりラグナロクに勝利した側が世界を動かす。ラグナロクってどの試合？各勢力から代表の3チームを出し3試合を行う。マジで？3チームで3試合？ちょっと待って待って待って、時空最強イレブンが勝ってもあと2回負けたら終わりじゃん。ああ実なシンプルな戦いだ。その戦いには世界の命運がかかってる。試合は3日後。それまで代表3チームを構成するメンバーを集め戦いに挑まなきゃならない。マジかよ。混成チームを作ろうってわけか。わしらだけでも時空最強の一歩手前まで来てるぜよ。エルドラドとクマンでも。まあな。いやダメだ。なんで？何度も言っておるだろう、11人がきっちり揃わねば本来の半分の力も出らんね。サッカーで大切なのはハーモニーだ。今はこやつらの提案を飲むのがいいだろう。なやハーモニーって。分かったぜよ。いいだろう。今お前たちのやったことについて追求してる時はない。妙だな、セカンドステージシールドでは今になってそんな提案をする。これまでのように戦っても徐々に世界を自分たちの好きにできるのではないか。奴らには時間がないのだよ。おそらくそのことをした。時間がないってどういうこと？セカンドストレージチルドレンは人間離れした能力を持ってる。なんか寿命が短いとかかな、もしかして。しかし、いややっぱやそのためか奴らの寿命は極めて短くなってしまう。ああね。ねえ、我々の計算では奴らは大人になれない。マジか。二十歳になる前に寿命を迎える。かわいそう。すなわち、5、6年も経てば、奴らは生き絶え、我々はその脅威から逃れられる。だったら今無理に戦わなくとも。しかし、今の状況では、そんな長く世界は持たん。ねえ、彼らは頭がいい自分たちが生きているうちに世界を一緒に収めようとする。ライモンと、我々エルドラドの混成チームで奴らを倒す。それがエルドラドの判断だ。マジかよ。勝てるかな？殺すのではない。力を示すのだ。彼らは、セカンドステージシルデンは自分たちの遺伝子こそ生き残るべきものであって、我々は滅ぶべきだと主張している。でも二十歳までに死ぬやったら意味なくね？ならば彼らだけが優れた人間ではないと知らしめることができれば彼らはおとなしくなるはず。そういうわけだ。我々はどうやってもあっても勝利せねばならん。人類の命運をかけた最終戦争、ラグナロクに。でも3試合あるっていうことだよね。どうなんだろうな。でも10勝、11勝、12勝だ、多分。大丈夫。何？こちらの坂巻、何？え？議長！ねえ、セカンドステージシロネがエルドラドビルを取り囲んだ。なんでだよ、そんなおるの、いっぱい。ねえ、何をする気だ？え？子供たちよ。こいつらか。何する気や、お前ら。え？あ！エス！バズーカみたいに撃つんか、お前。わあ！お前サッカーやるんちゃうんか！エルドラドを破壊するというのか。早く逃げよう。おお。早く外に逃げるんだ。こっちだ。ついていこう。やべえ、ビルぶっ壊されたね。何億円だ損害。やべえ。悪魔どもで。ちょっと同情するよね。エルドラドビルが崩壊した。かわいそう。いや、あ、出た猿。お前サッカーすんちゃうか。君はあの時のラグナロクの開会セレモニーは楽しんでいた。お前ら最低やな、ほんま。サッカーで勝負するんじゃなかったのか。シーサはそれやぞ。マジそれやぞ。もちろんやるよ。じゃあ準備に移ろうか。何？ビルの跡地にグラウンド建てんの？おい、何すんのそれ。超能力か、これが。待って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 、お前らやべえな。うわわわわわ、なになになに。え、残骸でグラウンド作ってんぞこいつら。さあ、できた。決戦の舞台、ラグナロクスタジアム。やべえこいつ。あ
新しい世界の始まりの場所となる。天魔の顔してなんかやべえやつやなこいつほんま。さあできてしまったグラウンド、エルドラドビルがスタジアムに変わった。猿だったよね君は。セカンドステージシルドレンだったの。そうだよ、僕はセカンドステージシルドレンを束ねるフェイダーの皇帝。偉いじゃんリーダー。そう、僕がフェイダーのリーダー、そしてもうすぐ世界のリーダーになるんだ。覚えておいて天魔。猿、このスタジアム内に君たちの居場所を作っておいた。ラグナロクを行っている間このスタジアムで休んでおいてよ。1回戦は3日後、準備しておいてね。何？これは何？フェイ？どうしたお前？大丈夫？うん、もう平気、ありがとう。猿たちめ、ずいぶん派手にやってくれた。彼らが試合会場の指定をしなかったのはこのためか。ビルぶっ壊すつもりだってんな。大丈夫？なんか中にいた人とか物とか。ねえ。中に入ろう。行きましょう。しかし、あれがセカンドステージシルドレンか。初めて見たがすごい力だ。三国さん久々に見たわ。あいつらなんかすげえ奴ら見ていたけど、やってることよくわかんねえぞ。フェイどうしたんだろうな。なんか、うーってやられたけど。さあ、ラグナロクスタジアムに入ってみましょう。ここ装備品屋あるじゃん。なんか買うか。シューズ。スピードめっちゃ上がる、これ。ねえ。バイナリーグローブ。テクニッククソ上がる、これ。待って、これ、白竜に装備させよう。ね。テクニックヤバ上がるやつ。で、コスモミサンガ。ラッキーが上がる。ドリブルがすげえ上がるペンダント。なんかいろいろ売ってんだな、やっぱ。適当に買っとくか。ね。ドリブルって誰がいるだろうな。頭部とかいるかな。わかんねえ。つけとこ、頭部に。よし。さあ、入るか、トリマー。な、あと一人のね、時空最強イレブンも見つけなきゃいけないし、やることいっぱいやぞ、まだ。さっきまでの部屋が違う。ご無事でしたか、マスター。アルファだー！ベータちゃん、ガンマも！スマート！アルファ？ベータ？誰だっけ？誰っけ？ガンマだ！スマートさん。お前たちよく無事だった。ええ、先ほど無限牢獄から戻ってまいりました。実にグッドでした。でもこんなことになっちゃうなんてびっくりですわ。ベータちゃん仲間なんの？当初の計画とは違うが、ここでお前たちにも紹介しておこう。アルファ、ベータ、ガンマ、エイナム、ルジク、そしてレイルク。お前たちと共にラグナロクを戦うメンバーだ。マジ？こいつらと組むの？冗談じゃねえぜ。ふん、こっちこそお断りですの。あ？無限牢獄の過酷な最強劇に耐えパワーアップした僕に君たちの協力など必要ない。だが議会の決定なら仕方ない。この僕が力を貸してあげようじゃないか。スマート。ラグナロクではお前たちを3チームに分ける。3チーム？きつくね。起動言うと GO&G。ということはあとはもう一つのチームは私だ。やっぱね、分かってたけど分かったけど。で、これよりラグナロクまでの3日間、お前たちの能力を分析させてもらう。分析結果をもとに我々でチームの編成プランを立てる。発表はそれぞれ試合当日だ。え、当日に発表すんの？メンバーが選ばれるかどうか3日間次第が以上だ。1回戦までは各自特訓に励んでくれ。でもキーパーってさ、敵のチームのキーパーとシンスケと三国さんしかいないわけじゃん。なあ、どうすんだろうな。松風天馬、お前とまたサッカーできる日を待っていた。え？お前たちと戦い、敗北したとき、あの時私の中で奇妙な感覚が芽生えた。レダ、サッカー楽しいやろ？な。なんだこの胸の奥にうずく、トゲのような感覚。ねえ、サッカーやろうぜ。サッカーやろうぜ。あの感覚が何なのか確かめたかった。え？ラグナロクでは遅れを取らない。試合会場だよ。とりあえず、レベル上げとか特訓かな、今後続くのは。俺たちも負けられないな、天馬。やろうぜ、特訓。グラウンドあんのかな、練習用の。大丈夫かな。そうして俺たちは、GO&G さん。
おかしい、ゴーエンジーさんだってね。ゴーエンジさん。木戸監督のもとで3日間の特訓を続けた。で、頑張ったよ。もう終わり特訓。早いですね。ラグナロク、開幕前夜。夜です。眠いです。みんな、短期間だったが、厳しい特訓によくついてきてついてきた。今日は体を休め、明日に備えろ。うっす。でも、世界の命運をかけた大会って言っても実感ないっちゅうかー。なあ、ハンは、そうやな。僕は、あ、じゃあ俺は怖いっすよ。もしもし相手あの超能力使われたら、かなりこない。そう、全員体浮かされたらもう終わりだもんね。確かに。な、どうすんだろう。でも、俺たちは負けるわけにはいかないんです。化身ないときついんじゃねえかな。ラグナロクに勝って、サッカーを、そして、遠藤監督を取り戻しましょう。てんば、そうだな。みんなで力を合わせれば、なんとかなるさ。あう！いいキャプテンになってんじゃん。なあ、王の器やぞ、これが。さあ、1回戦当日。誰戦うんだろう、1回戦。2回戦出れなくなるの、1回戦戦ったら。ついに1回戦。エルドラド側の控え室で集合の予定だが、まだ時間がある。街で準備してから行こう。転送装置で街まで行けるんだね。街とかあんの？はーん。さて、未来都市。セントエルダ行けるようになった。ちょっと行ってみない？セントエルダ。ねえ。こんにちは。ねえ、力があればフェレアつけるのに。ね、プロトコルオメガって有名なんかな。さあ、転送しよう。あら、これが未来の都市。空浮いてる。怖い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 。ねえ。こんなとこで歩かれへんって俺。歩いてるけど。この辺りはピーカスが守ってんだよ。ウケる。東堂議長は世界の支配者じゃ。ね。一応なんだかんだ言ってみんな慕われてるっていうのかな。ここら辺の人たちって。ね。ちょっとレベル上げも兼ねとこう。ちょっと待ってみんな。シンスケやべえ技覚えた今。マジかお前。無限ザーンと覚えんの？なあ、お前そんな才能あんのか？シンスケ！嘘だろ？ねえ、おばちゃんの忠告なんだけど、外に長居しないといいわよっていう。フェイダー襲ってんだ、ここ。フェイダーがさ、サッカーに夢中になっている間、買い物済ませておかなきゃ。ここ、なあ、スーパーでしょうか。へぇー。打倒フェイダーキャンペーン中だよって。アルゴリズムシューズ。なるほどな。キャッチ！これ買っとこうぜ、グローブ。シンスケにあげよう。で、あとはいいかな、適当で。あ、キック力がめっちゃ上がるシューズも1個ぐらい買っとくか。俺、天馬が結構キック力いるんじゃねえかなと思ってんだけどな。どうなんだろうな。でも、剣でええか、剣、シュート特化。完全剣、俺応援するタイヤ。あ、秘伝書で。さ、なんか、オーディンソード売ってんじゃん。風神の舞！風神の舞いいな、買っとこうかな。よし。ね、ディープミスト。カウンタードライブ。よし。で、技誰か覚える？風神の舞とか、風天魔でしょ？白竜は、スプリントワープあるし、頭部、アクロバットキーパーある。ねえ、やっぱ、審査はなんかディフェンス技覚えさせたいなーって感じかなー、あとは。あ、まあ、いいのいないなー。ハーマーのもあるしな、みんな技。買ったけど使わねえか。さ、審査はなんかちょっと技を覚えさせよう、やっぱ。ね、ディフェンス技。でもな、ディフェンス技、ディープミストぐらいしかないんだよな。なんかこれ、ディメンションカットか。あ、ディメンションカットでいいか、もう。ディメンションカットで。これ、結構いい技だろうけど。俺、神様は信じてる。よし、ディメンション神様。これで OK でしょうか。ね。さあ、メンツ的にはかなりみんな強くなったね、これで。技も覚えて。うん、だいぶ安心できる。ね。ファッション雑誌チェックしてんだぜ。未来のファッション。未来のファッションか。でもなんか、あんま変わんない気するよね。警報鳴ったら逃げた方がいいよって。ね、スペシャルフレーバー。未来か。ね、こんな未来は来るんやろうかね、俺たちに。あれ、ここスタジアムじゃねえか？あ、違う、サッカー記念博物館。あ！だって、ここ懐かしい！
来たことあるよね、昔。帰るか。オッケー。はい、スタジアム前に帰ってきました。じゃあちょっと控え室まで行きましょうか。どこだろ、控え室。確か、うちらの控え室は左の転送装置から行けるやんね。行こう。よし。左から行けるやんね。じゃあ右行こうか。なやこいつら。これ以上先は進めません。いないれー。2で戦ったサッカーマシーンって感じすんな、あいつら。まっすぐ行く？行けるんかな？行けた行けた行けた！ここがグラウンドか、俺たちが戦う。でもね、みんなグラウンドには多分宝箱があるわ。なかったわ。はい。じゃあ、パッと行くか。うおーっと。おっせ。広いな、ここ。席と席の間空きすぎちゃう、そこ。なあ、1列目、2列目、3列目。3列目、後ろ狭ないか？え、ここは？サッカー棟のミーティングルームそっくりだ。どうやら、猿はわざわざ君たちの時代の部屋を再現したようだ。こんな古臭い部屋が僕たちの控室とはね、まあいいさ、我慢してあげよう。スマート。腹立つ。さあ、そろそろ試合が始まる。スタジアムへ向かおう。どんな戦い方になるんだろうな。ラグナロクスタジアムへ行こう。え、来ただけーっていう。負けるわけにはいかない。交流は不要だ。えらい、アルファ交流せえへんのか。ねえ。いや、一緒に練習せえへんかった、ベータちゃん。気安く話しかけないでくれって、ちゃいます？って。ベータちゃんかわいい。ねえ、君たちと連携して戦うつもりはない。いや、勝てないでしょ、これ絶対。こいつら一緒のチームやったら。なんだこれ。ひでえもんだぜ。さあ、スタジアム見に行ってみるか、とりあえず。このグワーってちょっと明るくなるの感じ好き。宝箱も何もないラグナロクスタジアム。出た猿。ふふ。遠藤くんさすがだね。君には人を引きつける力があるようだ。何遠藤くん。ゴーエンジーが来たこと？ゴーエンジーどこいんの？おんねん。こんなかきさたくさん観客がいるなんて。猿たちがネットワークで告知して世界中から集めた。来たならいもん。誰だ敵は？ザナーク！そう言うと思ったぜ。だが俺はもともとエルドラドの人間じゃで、今はフェーダのチーム。フェーダにおんのかよ、ザナーク！ザンのキャプテンだ。マジかよ。お前、セカンドステージシルドのチーム入ったのか？そういうことだ。お前たちとは1回戦で当たる。楽しませてくれよ。マジかよ、ザナークかよ、1回戦。背負っちゃおつえじゃん。ザナークのこれまでの力の暴走は、セカンドステージシルドに目覚める兆しか。ぐぐぐぐぐぐ、ザナーク、この僕が、とどめを刺してやる。そりゃ怒ってるわな。ガンバ、見苦しいと下がれ。ぐぅ、スマート。では、試合の準備だ。1回戦を戦う、エルドラドチーム01。監督は俺が務める。声かけてくれ。誰がチームメンバーになるんだろう、これ。さあ、試合始めようです。OK。ということで、じゃあ皆さんすみません。今回はこれで終わりにしましょうか。次回、1回戦の戦いとなります。ね、結構新しいキーパー技とかもね、覚えたしんちゃんもいたりね、しん様もね、頑張って新しい技を覚えたし、多分ね、完璧の布陣なので負ける気はしません。ちょっとだけまあ、レベル上げときますのでね、次回挑んでみましょう。また見てください。あ、スパイオープンチャンネル登録してね。じゃねー。